仲間を呼ばないよ、こうやって仲間を。はいさーい、ドワーフ、ドワーフ、ドワーフ、何なんすかこの2人は。ドワーフ、ドワーフ、ドワーフ兄弟、ドワーフブラザーズ、ドワーフブラザーズ、ドワーフブラザーズ、うん、そうなんすね、詳しくは過去動画をチェックだ、見てくれよな。はい、なるほど。サバ、え、終わり。今回は何なんすか、何か作るんすか。まあ、夏といえば、はい、夏といえば、まあ、夏バテとかね、まあ、ビキニギャルもそうですけど、はい、夏バテしたりするじゃないですか、はい、暑さで、はい、特に沖縄では、はい、まあ、ドワーフ界ではね、ドワーフ界ではもう本当にね、すごいですよ、デブを殺しに来てるんですよ、はい、熱中症とかね、うん、だからもうちょっと夏を乗り切ろうっていうドワーフ飯をね、今日は、はい、あ、兄弟と思って作りたいな。夏バテ防止のご飯を作ると。そうです、はい、おー、なるほど。そうですね、こうやってね、うん、こうやって飲み物を飲む、で、花を噛む、自由ですね、この二人。島豆腐とやっこ、もう、いい子回しですね。で、こっちは、どうやですね、どうや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 ですね、どうや、どうやでしょ、どうや、どうや、畑で取れました。どうおばですね、おばですね、おばはわさびですね、おばはわさびです。まあ、海苔、海苔、コンビーフ、味噌節、三品、なんでこれ裏があったんだ今。三品作ってる。これだけで三品作れるの。三品作れるよ、俺。三品作ってる今。三品作れよ。三品も作るの。これで三品作ってることになります。出汁を取っていきます。出汁を取るぐらい。今回使うのはね、このかやのやさんの焼きあご入り。そうそうそう、あご、あごなの、あご、あご、あご、ね、そうそうそう、これなんかちょっとお歳暮でもらって、うんうん、使ったろと思って、うん、美味しいでしょ。美味しい、すごいですね、これすごいね、うん、よしよし、バカ野郎、なんであご出しまってんだバカ野郎。これ全部使うんですか。あ、いい香り、大葉、いい香り、全然全部使おうね。大葉イコールしそでいいんですかね、これ。そうそうそう、いい感じ、いい感じ、いい感じの部屋中に広がってくるという、はい、見せてやれ、メロディーソードだよって。これメロディーソードっていうのかい、うん、キラキラキラー、ゆりきゃ好きだよね。子供はね、あの親をがちゃんとついてないとね、寝くれますからね、うん、寂しい思いさせちゃダメなんですよ、ちっちゃい頃からね、うん、これがあの飛行の始まりなんですよ、わかりますか皆さん。子供はちゃんと親と一緒に成長させていかないとダメなんですよ、こうやって、あの物を下ろすまでね、うん、それができないから飛行に走るんですよ、うん、だからあなたたちは横塚ヨットスクールに頼るんですよ。横塚ヨットスクールダメですよ、行っちゃったよ。じゃあ、薬効、はい、もうこの味噌汁作る感じ。そう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 、おだし、おだし、おだし、ちょっともうね、あ、だってる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 、こういう感じでね、まあこれもう、かやのやさんのおだしの力ですから。あとちょっともう、お醤油とね、これ塩、塩ですね。お、塩出ました。お、青いの塩、青いの定番のね、この僕のお母さんが働いてる。そこはさらして、さらして、さらして、親子おこしましょう。親子をもっと言ってくる。ちゃんとあの住所もちゃんと言わないといけない。糸満市西崎町4丁目5の4ですね。で、はい、作ってます。皆さん食べてください。はい、青い海の塩って美味しいって有名なんですよ。きめ細かいよね。そうそうそう、これ冷やすの、冷やすんでいい。マジか、さすが兄貴。兄貴、名前なんていうの。んレオナルド・D・ドワーフ。何外国よ、それ。おみよ、おみよ、おみよ、完全でいい。何作ると思いますか。ゴーヤーが出たらあれじゃないですか、多分。なんだろうな、ゴーヤー、なんだろうな、ゴーヤー、ゴーヤー炒めですか。ゴーヤーチャンプルです。ゴーヤーチャンプルなんですか。マジか、ちゃんと昔みたいにやってくださいよ。マジっすか、ゴーヤーチャンプルって何なんすか、あの選手は。ゴーヤーチャンプル、こうやってバターを取るんだぞ。これ取ることによってどうなるの。俺は取ることによって喉越しが良くなるんだぞ。分かってるわ、君。分からなかった、勉強になった。はい、ですね、あの普通にやってみましょうかね、そろそろね。来てくださいよ。そこ来てくださいよ、ちゃんと。なんで止めるんですか。うちの家族、ゴーヤーチャンプル大好きだから。ああ、それそうなの、うん、ゴーヤーチャンプル好き、うん、照れてる。ゴーヤーチャンプル好き、やらないでって。かわいい。はい、こうやってちぎっていくんですけど、この断面図あるじゃないですか、はい、ここの方からあの味が染みてくるんですよ。なるほど、すごくないですか。すごい、これ島豆腐でしかできないんですか。島豆腐でしかできないです。勉強になります。島豆腐が生み出した奇跡です。
なるほど、まさかの。沖縄で生まれた島豆腐ならではの調理法です。ほぐして入れます。はい。いったよ、ジュージュー。ジュージューて。このコンビーフですね、これ沖縄限定かわかるけど、これジャガイモが入ってるんですよ、これね。うん、コンビーフハッシュって。県外のこのコンビーフとはなんか沖縄のコンビーフ、ちょっと違うんですよね。うん、うわぁ、すごい、たけしお兄ちゃんすごい、わぁ、すごいだろう、すごいすごいだろうな、すごいな、僕はできないや。どうか大丈夫かな、これ。いやぁ、これブレブレだね。注意すべきなのが、一応ゴーヤチャンプルー作りに陥りがちなミスなんですけど、塩コショウを普通にかけちゃダメなんですよ。どうかけるんですか。味付けはどうするんですか。もはやかけない。これがゴーヤチャンプルーをうまく作るコツです。極めしものやな。もはやかけない。味付いてるんですか。はい、コンビーフ結構塩分高いんですよ。でさっき塩もみしたじゃないですか。ああなるほど。わかります。わかりました。でだからこれを踏まえた上で本出汁を入れるんですよ。本出汁のみでね香りを出すというか。うんうんうん。塩コショウかけすぎると味が濃くなるんで、うん、このててふんわりした感じ、こんなしがちょうどいいぐらいだと、こんなしがちょうどいいぐらいですね。卵入れる、卵入れ、卵入れよ、お卵入れよ、せっつわーそりゃすごいそりゃ始まる、さあ、やしていこう、やらしよー、やしていこう、さあ、頑張ったらしょ、いや、おしょ、いや、おしょ、ご飯の上に刻み海苔。そう。刻み海苔。結構多くないですか？ちょっと多めに入れます。へえ。何するんですか？うっそ。うわ、うん。パラ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 。カツオ。カツオね。最後の醤油。醤油ね。え、これ味噌汁じゃん。味噌汁ではないね、お出汁だ、うん、お出汁で、出汁だ、ひんやりしてる感じ、冷や汁ですね、はい、凍ってるんですね。そうそうそう、いただきます。本当で、最初ゴーヤチャンプルからいきます。うまい。お、やっぱ若干まだ苦味があるんですけど、それがまたいいですね。良いよね。良いし、どうぞと合うし、本当に味付けこれだけでいいね。これ言ったでしょ、うん、塩コショウ一切使ってないですか、ね、使ってないよ、それがいい。逆にいくら出しますか。はい、このゴーヤチャンプル、これは400円。俺のゴーヤチャンプル400円だと思う。外食しないから。ありがとうございます。ありがとうございます。いったいったいった、いきました。そう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 、これは合う。あ、これは合うすか。まさか計算してた、ね、乗れ。あんまり辛かったら、うん、これを汁を足して、うん、サラサラっと食べるっていう。あー、なるほど、うん、これ食べる。さあこのセット950円、やった、全部セットで、全部セットで、おセットで950円。おっと、出せますこれ、定食来ました。この量なら出せます、全然うまいだね。お、わさびどうすか。やっぱ来るよね、うん、ちょっと多すぎた、比率が難しいけど美味しい。わさびの量は、うん、個人差があると思うから、うん、ちょっと研究した方がいいですね、これは、うん、来た来た、これ来たぞ。むせてる。危ない危ない。危ない危ない危ない。ティッシュじゃなくて水汁、水、そうそうそう。あ、それで舐めた。ガチ泣き、泣いてるさ。めっちゃ泣いてるやん。ちょっとたけしには多かったかもね。もう動画回ってなかったら絶対入ってる。泣いてたって出してた、これぶっかけで、ぶっかけだ、ぶっかけだ、たけしの、たけしの好きなぶっかけ、これでいいぐらいになるんじゃないですか、うん、いい感じですね、うん、ああ、これでちょうどいい感じ、これでいい感じの、辛さに中和されました。わさび茶漬けになっちゃったよ。うん、うん、これいくら出せますか。これ1500円ですよ。高っ高っ。こ
これ1500円、税抜きで1500円ですね。たっけーな、もしよう、じゃあ税込みで1500円、たっけーな。じゃあ1500円ですね、こちら1500円、決まりました。これ1500円でしょ、めっちゃ美味しいっす。夏バテ予防定食めっちゃ美味しいっす、これってことでね。はい、今日、はい、ありがとうございました。今日もね、まあもうなんかね、キャラを突き通せなかったですね。突き通せなかった、途中で敬語になったりするしね。ちょっともう、もう散らかってましたね、どうぞが。散らかしまくってましたね、今日ね、また。逆に設定がない方がいいかもしれないですね。そうだね、もう開幕だけドワーフ演じればね。演じとか、あとはもう自由にすればいいじゃないですか。はい、ということで、夏バテ予防の料理でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。久々に休日、疲れた体、まぶたを時間は明日間眠たい真実今を抑え LINE でやり取り都道流れ見飽きる仲間に変わって一言調子はどうよ抜ける街角足音くぐれば地元で解放体応力つかにこなもまいよ。